政党者とは、1911年、平塚来朝を中心として結社された、女流文学者であり、フェミニスト団体。機関し、政党を発行し、婦人解放運動を精力的に展開した、文学的思想啓蒙運動団体。1916年に解散。政党の後は、18世紀のロンドンで、文芸愛好家女性の会ブルース・トッキングス・ソサイティのメンバーが、 伝統的な黒のシルクではなく青色の靴下などのカジュアルな服装で集まっていたことに由来する。そのことから英語でブルース・トッキングスは知的な女性を意味する。正当者発起人は木内城、平塚明子、モズメカ子、中野発、保持剣士で当初の事務所は本郷区駒込林町9番地のモズメカ子宅であった。会員は発起人と与サ野明子を含む 参上院7名、社員18名。9月の政党総監号には次のような声明が掲載された。原始、女性は実に太陽であった。神聖の人であった。今女性は月である。他によって生き、他の光によって輝く病人のような青白い顔の月である。私どもは隠されてしまった我が太陽を今や取り戻さねばならぬ。平塚来長。 政党発刊に際して、社則第一条は次の通りである。本社は、女流文学の発達を図り、各自添付の特性を発揮せしめ、多実女流の天才をうまむことを目的とする。政党者、社外則第一条第一次世界大戦による、養子価格の高騰、1914年の平塚の、引退、出産、後の編集人、伊藤野絵と、大杉久志の愛人関係。 原田さつきの脱退論の発禁処分などが重なり、政党は1915年6号をもって発刊が停止し、政党者も事実上解散となった。小説や短歌、俳句、戯曲の外、エドガー・アランポーやモーパスさん、イップセン、メレシコフスキー、チェーホフなどを含むヨーロッパ・ロシア文学の翻訳及び評論が掲載。ありがとうございます。